衆院選に向けた選挙ポスター掲示板の設置が10日、山形市内で始まりました。日程が決まってから実施までの期間が短い中で、作業は工事前日の14日まで急ピッチで進められます。市内の設置場所は計444箇所。1箇所目の作業は午前9時過ぎに、 市役所前の市中央駐車場北側で行われ市の委託を受けた業者が手際よく取り付けました選挙という機運を高めてあの投票率アップになっていただければ有権者の皆様におかれましては、えー、大事な一票の権利を行使していただければなと期日前投票所は市役所イオンモール山形南エスパル山形 山形国際交流プラザに設ける予定です。